はい、というわけでやってまいりました。はい、実はあのカズさんの所有の車になるわけなんですよね。はい、そうです。あの一応、はい、僕の車になります。ね、今日はあのサムネイルのタイトルにあるように、まあ、20代、30代でも、スーパーカーが買えるというね、はい、まあ、そういうタイトルで今日はやっておるわけなんですが、はい、これ、以前ポルシェ乗ってましたよね。そうですね。これカズさん、どうやってこんな車買えるんっていう話ですよ。あ、そうですね。まあ、もちろんお仕事を頑張るっていうのは第一条件なんですけど、はい、まあ、やっぱり車にどれだけお金を使えるかっていうところになるかなと。あ、いや、それにしてもこれだっていくらで買ったんでしたっけ。まあ、1600ちょ、今日1600、はい、マンション価格やないか。そうですね。1600今日、前の、はい、ね、ポルシェであれで1000ぐらいなんで、はいはいはい、まあ、ポルシェなんか高く売れたっていうね。そうですね、もうほぼ同じぐらいで売れたんで、はい、まあ、それを、まあ、頭金に打ち込んでみたいな感じです。いや、それでも、もともとは一番最初車何乗ってたんですか。もともとでも一番最初は、24歳の時に、はい、トヨタの MR2 を35万円ぐらいで買った。安っ、はい、あれ今置いといたらいい値段するんだけど。そうなんですよね。結局4ヶ月ぐらいでちょっといろいろあって、大阪、あ、まあ、その時田舎にいたんで、はい、大阪に、まあ、帰ってくるってことになって、車いらないんで手放すっていうことで、友達に10万ぐらいで売りました。10万で、はい、まあ、それでもね、ちゃんとお金になったっていうことですよね。なりましたけど、今やったらね、2倍ぐらいになってたかなと思って、ちょっともったいないなみたいな。でも MR2 乗って、その次は？その次は1年ぐらい空いたんですけど、ケーズジャパンさんで、はいはい、ポルシェのケイマンを買っていただきました。はい、やっぱじゃあ、2シーターというか、あ、ケイマンは4人乗りやったっけ？いや、2人乗りですね。2人乗りで、オープンカーが好きやったよね。まあ、ケイマンは普通の。あ、そうか、クーペタイプ。はい、あれボクスターやな。そうですね。ケイマンは、220万ぐらいで、うん、プロの13万8000キロぐらいの超過小高。そっか、そんでいきなりやっぱ、まあ、ポルシェ行って、そっから外車続きっていう感じで。そうですね、まあ、ポルシェ行くと、あのポルシェ沼っていうのが結構ツイッターとかでも流行ってるんですけど、結構ね、ポルシェって故障しないんで、はいはい、で結構あの走るし、普段使いもできるんで、あのハマっていくんですよね。なんで次もポルシェってなっていきましたね。それで、はい、でポルシェの次が、ケイマンの次が、ボクスター S、 あ、この間のあれは違いますね。あ、また違う。また白のボクスター S っていうのを乗ってたんですよ、はいはい、PDK の987 PDK のね、はい、乗って、でその次に、981のケイマン、2014年くらいからモデルチェンジしたやつですね、はい、それに乗ってました。で、その次が、タケさんに取材していただいた991のカレラ S カブリオレっていう感じですね。4台すごいな。ポルシェ4台乗り継いで、そして行き着いた今、これアストンマーティン。アストンマーティンですね。これなんで急にまたアストンマーティンになったんですか。そうですね、めちゃくちゃ皆さんにも言われるんですけど、まあ、もともとね、また次もポルシェにしようかなとは思ってたんですけど、はい、ポルシェってやっぱまあ、すごくいい車なんですけど、まあ、僕あんま人と被るのもちょっとあれかなと思って。確かに走ってないですよね。もう次はちょっと被らない車行ってみようかなと。ただまあ、フェラーリとかランボルギーニももちろん考えたんですけど、ちょっとまだ僕には派手かなと。いや、これも十分派手。派手ですけど。十分派手。まあ、あとまあ普通に個人的に007が好きだったんで、子供の頃から。ね、で、いつかああいう車に乗って、ちょっと、ね、緊急脱出装置とかマシン乗ってみたいなみたいなノリで。いいですよね、色気があってね、ハードボイルで、はい、っていうのはジョークなんですけど。まあでも本当にアストンの形がすごい好きで、あ、いや、これすごい美しいなと思いました、はい、あのサメみたいなね、デザイン。写真で見るとなんかそんなにインパクトないんですけど、はい、実物見るとまだ買うかわからない中でディーラーに行ったんですね、はい、正規で試乗してみようと思って1回ぐらいで試乗したら、もうポルシェと感覚が変わるのは正直怖かったんですよ。ポルシェの PDK に慣れてて、はいはい、それ、まあ、未満にするわけにもと思ってなった中で、その乗り味がなんか思ったより変わらないというか、いい意味で普通になんか、まあ、乗れる、まあ、確かに硬いけどね、足回り、はい、まあでもなんかいい感じ。そうですね、ポルシェとあんまりね、そんななんか大きな違和感を感じないといいますか、そこに惹かれて即決しちゃいましたね。
で私が聞きたいのは、はい、なぜこんな車が買えるのかっていうそこですよね。いや、ただの頑張りだけじゃね、ちょっとなかなか難しいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、もちろん僕自身も一括で今回は買ってるわけではないので、まあ、もちろんその、まあ、お金を今ねあんま使わなかったっていうのもありますし、で逆に意外とじゃあ見た目なんか派手な感じはするんですけど、まあまあ、節約家なんですね。そうですね、あんまり無駄遣いしないとしてないと思います、個人的には。まああといろいろなんか、まあ、お小遣い稼ぎ的なことはありますけど、はいはい、いやまあそこですよね、そのお小遣い稼ぎ的な、まあ、私もあのサラリーマンしながらね YouTube やってるんで、だからそういう意味ではね、はい、まあ副業しながらなんですけど、まあ、最近これ見てる方、副業してる方多いですかね、どうでしょうかね。あの私は結構 ね、サラリーマンとかの方はなんか副業 NG とかね、はいはいはい、結構あると思うんですけど、今やっぱ景気がね、日本の景気も結構グラグラ来てるんで、その企業も元気がないところはやっぱ副業を進めてる会社多いので、そうですね、どんどんやった方がいいかなと思うんですね。そうですね、まあ、あの僕は怪しいことは全然してなくて、うん、もう別に自分の持ってたものを切り売りしたり、はい、たまたま値段が上がったり、車でもそうですけど、うん、そういう運のいいところもあったんで、なんですけど、まあ、この車別にしてあのそれなりにこう車にお金を使おうと思えば、うん、なんか人間やれば何でもできるのかなと思いますね。いやでもそれにしてもそれにしてもですよね、視聴者の皆さんね、はい、なんで買えるねんっていう話やね。まあ、あとは大事なのは、まあ、僕も車屋さんなんで、まあ、よく、まあ、これも僕ローンで買ってるんで、はい、ローンが通るような信用をつけるということが大事かもしれないですね。なるほどなるほど、はい、確かにね、あの中古車でもなんか 2.5 とか、そうですね、なんかありますよね、定期に、はい、5とか4でやってますけど、で、まあ、やっぱりローン金利が低くなればなるほどやっぱり信用が必要になってくるので、うんうんうん、もちろん若い方っていうのはやっぱりそのどうしてもね、年収であったりその若さであったりでローンが通らないってことも多いので、はいはい、やっぱりもうその一番僕はもう20歳になった時からクレジットカード使ったりとか、うん、もうそれで一回も送れないぞとか、なるほど、でちっちゃい額でもローン、ね、車とかでもローン何台も組んでるんで、最初はやっぱり300万も通らなかったんで、うんうん、そのポルシェ買った時は通りましたけど、審査がね、そうなんですよ、やっぱ24歳だったら300万が上限ですとか、はい、600万の車買えませんみたいに言われたんで、はい、絶対買えるようにしようと思って信用つけたり貯金したりしてやってました、うん、まあ、そういう意味ではちゃんとサラリーマンというかこう会社に勤めるっていうのは、まあ、もう絶対大事ですね、まあ、ありなんですよね。普通のサラリーマンしてて、で、まあ、僕の場合部合もあるので、まあ、その営業系なんで、はい、ありますけど、そんなに普通のサラリーマンの方でもフェラーリとか持ってる方いらっしゃいますんで、うん、まあ、無理ではないかなと、まあ、そういう意味ではね、あの、まあ、社長を目指す方も、ね、いいと思うんですけど、はい、きっちりサラリーマンしてあの信用をつけていただくと、そうですね、いうのが意外と近道なのかもしれないですね、こういうスーパーカー。そうですね、まあ、もちろん起業される方もね、あのお金を借りなきゃいけない時が来ると思うんで、信用は絶対あった方がいいです。そうですね、はい、いや僕なんかあの逆にお金借りるのは怖いなと思ってね。ああ、もちろんそれはあります。ね、どっちが先かっていう話にはなってくるんですけど、そうですね、まあ、借りないのが一番いいですけどね。うん、でも僕は逆に借りないとぐーたらしちゃうんで、あ、返すもないと、はいはいはい、ずっと多分ね家から出ないですよ。まあ目標を立て、まあね、強制的に目標を立てさせられてるという感じですよね。そうですね、あの重い腰を動かすにはやっぱり何かないと。でこの車変えてなんかこう人生観って変わりました？そうですね。でも負債が大きくなったぐらいですかね。あまあでも実際ね、去年の自分とは違いますもんね。全然やっぱ変わりましたね。やっぱ周りのそのなんですかね、まあ、この車が似合うようにしなきゃと、はいはい、いう感じでもっと頑張らなきゃという感じで常にこう考えて生きるようになりましたね、もっともっと、はい、ステージが上がった感が。そうですね、うん、よく芸能人とかね、そういう感じで車買い替えていきますよね、はい、そうですね、なんか僕もそういう験担ぎじゃないですけど、うん、そういうのはやっぱりありますね。なるほどな。いや私なんか結構ね保守派でね、一回車買ったらねもう短くて5年ですよ、
長かったら10年ぐらい車乗ってます。フィットも長かったですね。長かった、あれは4年ぐらい乗りました。いや、めちゃくちゃ僕はそういう生き方って言ったらあれですけど、ガスの方がいいと思いますけどね。あ、まあでも現実にやっぱり生きないと、はい、ね、体がいつどうなるかわからないんで。いや、それもありますけど、もうね、言っても僕もそんなに若くないんで、もう限られた時間になってくるわけなんですよね。もうあと死ぬまでに何年みたいなことを考え出してきてます、実際。で、そうなるとやっぱね、なんかまだまだやりきれてないなっていうね。 あれもしたい、これもしたい、まだこの少ない時間でやり遂げられるのかというのがあって、やっぱちょっと保守的な、こう止まってたらダメだなという、ね、常にやっぱ動いて稼がないとなという思いがありますね。じゃあローンしちゃいますか。ちょうど今ロッコアイランドなんで、フェラーリの席、あ、フェラーリ右行きましょうか。じゃあタケティ、まあ、時間変えましょう。フェラーリ買う、フェラーリを買うっていう巻きで、あ、じゃあもう呼んでますよ。あ、フェラーリあった、おお、かっこいい、かっこいいですね、かっこいい。タケさんがあそこで納車式をやるって待ってるんですけど。はい、いかがでしたかね。若くしてスーパーカーが買える方法ということで、いやー、現実的な内容でしたよね。これ一応6箇条、もう一度読み上げていきます。まず第1、お仕事を頑張る。まあ、これお仕事を頑張ると7番はね、もう共通していることになるんですが、まあとにかく頑張ると。そしてその貯めたお金で、まあどれだけ、まあ、車にお金を使えるかということですよね。やっぱりね、皆さん、生活するのにお金を使ったりとか、まあいろいろね、服を買ったり家を買ったりいろんなところにお金を使うんですが、まあ車にどれだけの割合をお金をぶっ込むかというのが結構ポイントになるみたいですね。そしてその買う車、それはね、リセールの良い車ですよね。もうポルシェこれ4台、乗り継いでるんですが、全部ね、リセールが良かったと、買い取りがね、買った時の、金額ぐらいで、まあ、売れたということなんですよね。まあ、その乗ってる間に、いっぱい頑張ってお金を貯めて、また新しい車をプラスオンして買っていくという感じだったみたいですね。その裏にはね、地道な節約というのが実はありましたと。ただまあそれだけではね、こう1000万超えする車を買えないわけですよね。となるとやっぱり副業ということですよね。まあやっぱね、これ手っ取り早いですよね。今やってる仕事プラス仕事をするとさらにお金がもらえると、まあ小学生でもわかることですよね。まあ副業をするということですよね。で、まあその副業をして、まあ、お金が貯まって、それでもやっぱ1000万ってなかなか届かないですよね。まあそうなるとやっぱローンっていう感じになってくるわけです。まあ200万300万でもね、やっぱローンしますよね。やっぱね、ローンするっていうことはやっぱ信用をつけるということですよね。しっかりした社会人で、まあね、年齢が若い方でも、まあサラリーマンして、まあ信用をつけるということが結構重要なところだったかもしれないですね。で、まあローンを返すためにまあ、がむしゃらに働く位置に戻るといった感じでございました。いやー、私もこれでフェラーリが買えるのかっていうところなんですが、まあ私はホンダ車買おうかな、次も。はい、というわけで皆さんいかがでしたかね。もしね、私の動画面白いと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。はい、というわけで高級車を買うための6ヶ条でした。Johnny, bye.